へえ。おいいじゃんこれ。豊田城の天守閣から眺める筑波山です。僕のサイクリングはいつも興味本位、仮の目的地があっても面白そうなものがあれば即変更さ。今回だって砂沼へ行くつもりだったんだが豊田城に来た。僕が28歳の頃、必死に生涯できる技術職を探し求めていた。ある時、自分の子供をビデオで撮って今までにない不思議な面白さを体験したんだ。これがきっかけで子供を撮るビデオ屋を目指して脱サラした。どうなるのか全くわからない未知の世界。余計に僕の冒険心をくすぐったのを覚えてるね。今振り返るとめちゃくちゃな挑戦だったよ。でも30年以上これで生き延びられたのだから結果オーライさ。松下だってソニーだってトヨタだってみんな初めはむちゃくちゃな夢だったんだよ。ぜひ子供たちにもせっかく生きてるんだから多少怪我をしても夢を追いかけて充実した人生を歩んでほしいね。殻の中にこもった陳腐な人生ではなく生き生きと思いっきり生き延びられるように育ってほしいね。